久保さんすごい世の中になりましたね。うん。これ山本太郎さん結構いいんじゃないですか。<laughs> この前ね、僕の動画もなんかあれじゃないですか。あの、なんか500回ぐらい回ってたと思うんですけど、山本太郎さんの。山本太郎さんのちょっと見ていいですか。山本太郎さんの多分話がうまい。あ、457回か。はい、山本太郎さん入れときましょうか。 ね黒さん。<laughs> <laughs> いや山本太郎さんね、僕はあの、南の帝王の山本太郎さんが弟子役の時が一番好きですね。<laughs> 兄貴みたいな。なんとかなりませんなみたいな。まあさ、なんかね、4人ぐらいいるんですよね。入れ替わり、立ち替わり、5人だったかな。でも山本太郎さんの、 役の時が一番面白かったですね、なんか。入ってた感じで。うん。でも、なんかあの、し吾さんのあれも好きなんですよ。兄貴すいません、みたいな。しんみたいな。あの、おっちょこちょいみたいなね。<laughs> おっちょこちょいみたいな。うん。で、あの人も、まあ、いいっちゃいいですけどね。あの人も長かったな。あの、南の帝王のもう、あの人長かったっす南。 南の帝王。脇役。あの人なんだあ、この人だ。大森さんっていうのか。大森さんか。大森、大森よし、大森よしゆきさん、はい。大森よしゆきさんです。そう。この人も結構、まあ、結構長かったと思うんですよね。あ、でも、 ああ、この人ね、井上さんね。井上さんはよく社長で出てたな。<laughs> 町工場の社長、井上さん, <laughs>、うんうん。まあでも山本太郎さんは一番僕好きっすね。なんか、なんすかね、弟子役で非常になんか、なんか、古文役でなんかいい感じでしたよね。うんまあ今じゃね。 政治家ですからね。はいまあ、山本太郎さんの高校が好きで行ってらっしゃる。